はい、あれです。高須ダイナースキースノーボード専門チャンネルのあれです。今日が4月11日月曜日。時間がですね、3時42分ぐらいかな。今日スキーです。ちょっと1本しか滑れないんで、ちょっと今まで寝てました。今日夜勤があるんでね。1本だけ滑って、まあ、貴重な映像。貴重な映像というか、まあ、もう細かく撮っていこうと思います。で、向こうは撮れないんで、向こうはまでね、行けます。ただね、もうすぐね、閉まると思います。あと3日ぐらいで。うん。さあ行きましょうかね。でね、パークなんか作ってますね。もうすぐ開放されますね、多分ね。いつものパークね。で、ここにね、こびてきてます。ただし、毎日営業終わってから鳴らします。雪質はね、まあ、もちろんこんな感じです。こんな感じ。こんな感じですね。当然。はい。で、このバンクコブね、昨日さ、ここに、バンクコブの隣のここにコブできとったんですよ。でも、ここは鳴らすから壊されとるじゃん。でも、ここは、鳴らせないんだろうね。だから、すごいよ、ほら。深くなっとる、これ。すげえ深いわ。バンクコブだ、これ。ミニバンク、楽しみたいでしょ？ここ、練習しちゃいいじゃん。ほら。シューンって、バー、ここに木があるじゃん。4メーター。これ角度間違えると木に激突する。ジャンプして着地点もなんか着地点が溝になっとるぞ、これ。これおもろいよ。うん。事故らないように。事故ったらここで柵されるでさ。うん。柵されたら面白くなくなるで。これすごい、これさ。わあ、これすげえ。これは100、わあ。これスピード出る。これスピード出るよ。これはおもろいよ。うん。まあ、もうダメだって思う人は、こっち脱線すればいいしね。うん。バンクコブ、まあ、バンクに近いね。コブじゃないね。あの辺コブか。うん。ですね。はい、ちょっと他の動画にね、切り替えますね。いや、おもろいよ。うん。よし。